はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回は、白猫プロジェクトのランク上げですね。こちら今6はランク152なんですけども、これを効率的に上げる方法をお教えしたいと思います。クエストは、ソウルオブナイツの 31-2 です。狂炎乱舞ですね。敵は、バフメット1体を倒せばクリアになるクエストです。で、効率的に回るのなら、このリーダースキルに、獲得経験値アップ系のキャラを連れていくといいと思います。今回挑むクエストのボスであるバフメットさんはですね、魔族系なので、私の一撃見せてやんよ。武器、あのアクセサリースキルの方に、魔族特攻、魔族へのダメージプラス 20% を持ってきています。まあ、これのさらに上の 30% があるんですが、僕はまだお目にかかっていません。さて、やっていきましょう。やり方としては、スタートした瞬間、特定の敵の全滅、OK と OK ボタンを押したら戦闘が始まりますので、OK を押した瞬間、シャルロットに変わって、アクションスキル1をぶっ破した後、敵に1回コロリンして、アクションスキル2で倒せます。じゃあやっていきましょう。バフォーメットですね。狂炎の巫女でしたっけ？灼熱の狂炎か。さて、ここですね。OK を押したらシャルロットにすぐ変わります。アクションスキル1をぶっ破、ちょっと狂ったけど大丈夫。OK ですね。アクションスキル2を使えば、ほぼ一撃ですので、これでいい感じだと思います。OK ですね。OK です。これでね、結構経験値が手に入ります。これで2倍賞を使って1時間回ると、僕のランクだとおそらく 2,3 個ランクが上がりますね。まあね、ちょっとね、あの先行ポイント、まあソウルオブナイツをやってる方は分かると思いますが、570とちょっとしょぼい、まああんまり多くないので、先行集めはまた別の場所をおすすめします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録お待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。